はい、皆さんこんにちは。4月13日です。ちょっと雨が続いたんですけども、今ちょっと晴れ間があります。で、梅雨が終わったなと思ったらまた雨が降り出してですね、おかげでキュウリがこんなにすぐに大きくなっちゃいます。ですのでこうやってね、毎日観察して収穫しに来なければならないようになりました。まあちょっと嬉しい悲鳴なんですけどもね。はい、キュウリっていうのは本当、半日で、すぐに大きくなりますので、朝ちょっとちっちゃいな思っても夕方来るとちょうどいい大きさになってたりします。で、これ放っておくとね、売りみたいにバカでかくなっちゃって、本当食感がすごく悪くなるので、本当に放っておかないで、ちょっとちっちゃいかなと思ってももう収穫のチャンスがその時しかなかったらもう収穫しちゃいましょう。はい、それでは早速キュウリを収穫していきます。収穫していくんですけどもね、無理にねハサミ使わなくてもね、こうやって手で、くるくるっとねじればすぐにプチッと取れますんでね、簡単に収穫できます。これなんかちょうどいい大きさですよね。水も吸って結構パンパンです。はい、この下に生えてる実ちょっとちっちゃいかなと思うんですけども、これ明日の朝になったらすごいでかくなっていると思うんで、もうこれぐらいで収穫しておきます。これぐらいの方が歯触りいいと思いますんでね。はい、キュウリに続いて、ナスビを収穫していきます。はい、さすがにね、ナスビはね、手でねじって取れません。これはハサミを使わないと切れませんからね。ナスビの木っていうのはすごく粘り気があるんで、手で、絶対切れませんから。はい、ちょっと雨が続いたのでね、水を吸ってパンパンです。肥料も足りてるせいか、結構ツヤも出て、まあまあいい出来ですね。はい、ナスに続いて次はミニトマトを見ていきましょう。ミニトマトもね、雨が多いと水を吸っちゃって、実が破裂することがあります。ですのでね、こうやってもう赤くなったら、すぐに収穫してあげてください。はい、次はトマトを見ていきます。だいぶ大きくなってきていますね。まだ緑色なんですけども、これから気温が上がってくると熟していくスピードが増していきます。はい、ですのでね、こまめに観察していつぐらい取れるかなという予想は立てておきましょう。はい、以上が本日の収穫です。はい、どのね、野菜も雨水を吸ってね、かなり張りがあります。このナスビなんかもうパンパンですね。すごく美味しそうですね。はい、しばらくね、雨が続くようですけどもね、こういう天気の時はこまめに野菜を観察してください。雨水を吸ってすぐに実が大きくなりますから、収穫のタイミングを外さないようにしましょう。はい、本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録のほどよろしくお願いします。